皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのとても短く割れてしまった中指を100円ショップのアイテムで簡単に長さ出しをしていきたいと思います。今回使用するアイテムはこちらです。こちらダイソーから売られているクリアネイルチップです。こちらとあとこちらです。ネイル用瞬間接着剤です。こちらを使って長さ出しをしていきたいと思います。ではまずこちら10種類大きさが入っています。こちらの中からこの爪に合う大きさを見つけていきます。見つけ方はチップを合わせた時にこのストレスポイントとストレスポイントがぴったり合うサイズのものを探します。大きくても爪がぼってりしてしまいますし、小さくても引っかかりやすくなってしまいます。普段サロンで使うものがこういったチップになります。こういうカーブがあるとグルーをつけた時にグルーに浮きがない状態を作ることができます。ではこのチップを100円ショップのチップで作ってみたいと思います。チップを削っていきます。削り方はここは90度でちょっと斜めに45度斜めにして削ります。こんな感じに削ります。こちらを合わせます。はい、ではこの感じでつけたいと思います。ではグルーをつけます。付け方は爪とチップの間に空気が入らないように爪の先端にチップを合わせてグッと押しながらつけていきます。この両端がちょっと浮きやすいのでしっかりと押さえてつけていきます。はい、ではこちらの形を整えていきます。ではちょっと長さをニッパーで切っていきます。はい、ではファイルで整えていきます。爪から自然にまっすぐになるように整えていきます。はい、次にこの段差の部分を少しこの端だけ削ります。そうするとここを削ることによってジェルもきれいに乗って
ボテッとしない自然な形を作ることができます。はい、こんな感じになりました。ではこちらの上にジェルをのせていきたいと思います。はい、ではジェルを塗る前にエタノールかリムーバーで油分除去をします。はい、ではベースコートを塗っていきます。はい、ではライトに入れます。はい、ではもう一度このチップと地爪の境目を埋めるように塗っていきます。ではまず全体に塗ります。では少したっぷり取ってこのここに置きます。境目にジェルの表面を軽く触りながらなだらかにしていきます。はい、こんな感じです。こちらをライトに入れます。ではこんな感じに仕上がりました。こちらの上に他のデザインと同じ感じにフレンチを作っていきたいと思います。はい、ではホワイトのジェルを使っていきます。一度塗り目ライトに入れます。はい、では二度塗り目塗っていきます。こちらライトに入れます。はい、ではノンワイプトップコートを塗っていきます。ライトに入れます。チップで長さ出しをする場合、1センチぐらいの長さだと結構負担がかかってしまうので、厚みを出すためにもう一度塗っていきます。ハードジェルをお持ちの方はハードジェルを最後に塗ってあげると強度が増して横から見てアーチが作れるように表面を動かしていきます。
はい、ではこちらをライトに入れます。はい、こちらでチップで作る長さ出しの完成です。他の爪と比べても全く違和感はありません。チップですぐにできて強度もつけられるので、皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。